今日はスペシャルな商品紹介だ。行くぜ。3、2、1、シュイーン。ポケモンキッズ2005年色違いポケモンデー。なんでって思いましたね。2005年、なんでいつのやんって思った方いますよね。この可愛いポケモンキッズたち、実家から持ってきました。なんで実家にある昔のポケモンキッズを商品紹介するのかいって思った方いますよね。 No. 心配ありません。恐ろしいポケモンキッズたちでした。びっくりすることに、こちらの色違いポケモン、今3万5000円以上の価値があるっていう。そう、ポケモンキッズなんて1匹さ、100円ですよ、100円。100円で買ったものが今や3万5000円から5万円ぐらいの価値。どういうことよ。びっくらこいたよ。ちょっとややこしいんですけども、100円って言ったんですけども、実はこのポケモンキッズ、僕2005年の時にキャンペーンがありまして、こちらキャンペーンがありまして、色違いポケモンキッズ5体セットファイナル編、2005年10月から12月末までのキャンペーンに僕応募したんですよ。実は小学生くらいかな、その時に応募して当たったんですよ。これ、この子レッグーザとこの黒いね、リザードンくんは1万円以上の価値があるみたいで、メルカリさんで売られてました。で、買ってる人も結構いたんで、相当な価値があるみたいです。この黒いレッグーザくんとこの黒いリザードン、このリザードって色違いなの？これリザードってこんな色じゃなかったっけ。このボマンダくんかっこいいんだよね。この色かっこよくないですか。これ超かっこいいけど、僕は売りません。絶対に売りませんよ、僕は。あと少なくとも30年は持っときます。30年経てばこいつらはもう100万よ。100万はちょっといかないか。30体セットってのもありますね。これ30体セットはもっと価値ありそうだな。これちょっと待ってください、衝撃です。これすごい。こちらメルカリで21万でした。21万、ソールドアウトされてます。これ21万で相当な価値だ。これなんか応募するときに、確かポケモンキッズ1個買ったらなんか応募マークみたいなやつが1点入ってて、要は5個買ったら5点、要は5個買って応募したのがこれなんですよね。で、さっきほど言った30体セットは10点コースで、あともう5個買って応募してれば21万の弓人形になってました。かー、ケチってしまいましたね、僕。くっそー、マジか。けどこの子たちを愛します。愛してるんで、僕はもうこの子で十分です。僕は売る気ないんで、はい、売る気はそらないですよ、僕は。21万のやつは、あ、ほんとだ、全部色違いだ。これすごいよ、これ。ラティアス、色違い。ハスボー君の色違いもありますよ。かわいい。ポケモンキッズのね、応募キャンペーンあったらね、ケチらず、たくさんある方を選んでください。いつか、価値が跳ね上がりますんで。はい。以上、ミスターこぶしでした。むっふー。あチャンネル登録、高評価、お願いします。まは。